まず政治家の事務所ってですね、そのいい人だけ付き合っているだけじゃ選挙落ちちゃうんですね、小選挙区だから。その、かなり間口を広げてですね、来るものは拒まずってしないと、当選しないんです、残念ながら。でその中でですね、ギリギリどう選別していくかと。だからその、問題ある人とですね、写真がいっぱい出ますけども、そんなの誰も避けられません。パーティーでですね、写真撮ってくれてですね、どなたですかと、あなたと撮りませんよとか絶対言えませんから、写真が出るのけしからんとかいうのはですね、防ぎようはないです。誰でも防ぎようはないです。よっぽどもう社会知られてるですね、反社会の代表みたいな人だったらですね、あの人、危ないって分かるでしょうけども、避けられないんですね。でただそのやっぱり なんていうか、企業であればその企業がどういう会社かっていうのを徹底的に調べておくことが大事なんですね。でうちも実はそう察してるんです。神沢会のメンバーに入るときにはどういう企業かっていうんで、選挙区内なら分かりますけど、選挙区外だったらですね、そこの事務所、そこの選挙区の第一に問い合わせするとかですね、やらせてるんですけども、これが甘かったんですね。第一事務所